肖像写真、ミネマサスケから1939年7月13日は、明治から昭和初期にかけて活動した日本の電気技術者、実業家。低新省や内閣鉄道院逃げ師として務めた後、民間に入り大道電力乗務取締役などを務めた。福岡県出身。ミネマサスケは、明治4年1月6日、福岡県。 ミネ育児の長男として生まれた。1890年福岡県立尋常中学、修遊館を卒業。ついで1892年7月熊本の第五高等中学校を卒業する。最終的に1895年7月、帝国大学工科大学電気学科を卒業した。大学在学中に京都電気鉄道の設計に関与している。卒業後はすぐに、 低信省へ入って、電信建築技師となり、低信省通信局勤務を命ぜられる。翌1896年、当時課題となっていた都市電気軌道の拡大に伴う市中埋設鉄管の電飾問題に関する調査を命ぜられ、アメリカへと渡る。翌年に帰国した後は、低信技師として、電気事業の指導、監督に当たり、農省務省特許局審査官も兼ねた。 1905年に一旦退官する。完食を辞した後は、東京電力株式会社の議師長に就任した。同社は、山梨県を流れる相模川の水利県と横浜、沼津、静岡山市への電力供給権を持つ電力会社で、資本金は600万円。社長は、浅田徳典であった。同社議師長の傍ら、 高知県営水力電気事業に参画しその設計を担当している。なお、東京電力は未開業のまま1907年7月、東京電灯へと吸収された。その後は関会に戻り、1909年6月、鉄道院義士となり運輸部電気化勤務となる。鉄道院時代には、関営水力発電事業や新越本線、薄い峠区間における、 第3期情報式の電化工事などに携わった。1913年5月、東京鉄道管理局電気課長に就任する。また官職におけるこにより成位訓後等に助せられた。1915年再び官職を辞して、島津製作所蓄電池部議市長に就任する。島津製作所が蓄電池事業の大規模化を図った際には、ミネの圧戦で、 大倉木八郎が新会社へ出資することとなった。新会社、日本電気設立に際してはミネも発起人、創立委員に加わるが、1917年1月の会社発足時には役員についていない。ミネは、同社では、議師長であったが、半年後の6月30日付で、病気のため退職した。九百十七年から翌年にかけて再度アメリカへ、渡り、 水力発電事業や電気製鉄事業を視察。帰国後は基礎電気製鉄の設立に加わり、1918年9月の会社設立とともに常務取締役に就任した。同社は名古屋の電力会社名古屋電灯が基礎側開発や電気製鉄事業を目的に設立した新会社である。社長は福沢桃介。峰は3人いた常務のうちの1人で、 名古屋の本社とは別に東京に置かれた東京出張所で勤務した。1919年、基礎電気工業は関西地方への長距離送電を目指し大阪送電を設立。この大阪送電は1921年2月に基礎電気工業、日本水力を合併し、大道電力へと発展する。合併に先立つ1920年11月に、 合併会社からの役員を入れた際に、ミネも常務取締役に選ばれた。大道電力では5人いた常務のうちの1人である。大道電力では、木曽川、矢作川その他の水力開発に従事した。福沢系の電力会社に携わるから、1917年11月、小穴秀周一が創業した電気器具工場を法人化して、 焼結政策署が発足するとコアナの友人として、ミネも取締役に就任した。以後1924年まで在任している。1925年12月、大道電力常務を辞任。取締役には留任したが、4年後の1929年12月、焼結政策署顧問とともに病気療養のため、辞任した。以後隠居生活を送る。 1939年7月13日病気のため死去、去年69。ありがとうございます。